回表鋭いバッティングが生み出す弾丸ライナーで人々を魅了しました。ライナーでスタンドに打ち込んだホームラン。バッターは4番の強打者川上を左バッターボックスに迎えました。杉下構えました。投げました。打ちました。レフト前いいヒット。野球人気の高まりとともに川上さんはスターへの階段を上っていったのです。今は色あせた一本のバット、かつて川上さんのトレードマークだった赤バットです。この時代、川上さんの最大のライバルだった大下博志選手、豪快なホームランで知られていました。赤バットの川上、青バットの大下という球界の二大スターが野球人気を牽引していったのです。強く低くスタンドに運ばれる川上さんの打球、それは弾丸ライナーと呼ばれ、さらに川上さんの名声を高めていきました。悠々とホームイン。巨人3対0とリードしました。